はい、7月の15日。はい、そうそう、土曜日、はい、皆さんの世話です。毎度さ、ここで生きてると日付や曜日、うん、わかんないね。まあね、私たちは土日も関係なくシフトだからね。そうそう。今日は土曜日ですね。はい、ここに来てね、あのひなの世話の最初の日付書くやつで、あ、今日こうなのかって曜日は書かないけどね。曜日は本当わかんないね。うん、おはよう。はい、昨日新しい人が入ったという。はい、みんなで仲良く、うちはちょっと離れてるけど、まあ、そのうちあの上がると思うんですけど、うん、僕が一人でこいつらを解除したやつは。おはようございます。そうね、この子たちから地面の方は、ね、ゴム床ではなく砂を敷き詰めてみましたということで、チャレンジですね。これがピッチと出るか京と出るか。おはよう。うん、ここもわらわらとしてます。そういえば59番もまだ大丈夫ね。59番はね、でもちょっと怪しい、良くない。あの今奥にいるんですけど。またか。いや、ともちゃんがお休みの日もさ、強制休止したのよ。あ、うん、見ました見ました。怪しい自分で食べないんだもんな、あの人。うん、そうなんだよね。餌の前に持ってってもなかなか食べてくれない。そう、なんか周りに押しのけられて、うん、徐々に、ね、どっか行っちゃう。バーゲンセールでだんだん後ろに行く人、はい、頑張って。はい、こっちは全然大丈夫。ここって開けていいんだよね。うん、開けて大丈夫。はい。あ、脱臼くんはもう壁に寄りかかっちゃってますね。はい、おはよう。そんな慌てないで、今開けてあげます。いいね。餌も何もないけど一心不乱に砂をつついてる。何を探してんの。砂食べてんな。お腹減ってんのか。あ、すごい、餌がない。このスピードで食べてるのは問題ないわけ。あ、いや、あ、まあそんなには。餌がないから食べてるのね。餌を入れてあげようか先に。で、外に出しちゃおうか。そうね、よし。高床やめた。高床式倉庫なくなりまして。はい、どうぞ皆さん。
カユカの餌がなくなった。俺の知らない間に。そうだ。ご飯だよ。まだ、つなび始めて、かわいい。リラックスモード。リラックスモード。こうやってね、体洗うんですよね。そういえばここ高床やめたの。あ、そうそう、隅に置いても何しても倒してしまうんですよね。あ、倒しちゃったんだ。倒しちゃった。どうやって倒したんだろう。なんか、ね、上に乗ったとか、あと結構人気でわらわら集まってて、押すな押すなって言ってドーンってぶつかったのかなっていう。やっぱ一体型だな、やるとしたらな。ね、でも外に持ってっちゃおう。何杯あげた？あっちに3杯、こっちに2杯。2杯、はいはい。結構5杯をね、よく食べるよ。いいんじゃん。きれいに少なかったら足しましょう。そうね。汚い。掃除し、お掃除したいぐらいだけど。この子たちはもう、開けっぱなし？どうしようかな。でも何か問題なさそうだね。壁もできたし。そうだね。うん。うん、落ち着いてるから、よさげな気もするけど。そうだな。うん。今日か明日か。懸念といえば、あっちから移動してきた。あっちでは巨人だったけど、こっちではちっちゃい子がいるぐらいかな。この間さ、うん、あれ入れたじゃん。うん。47番とか。はいはい、42と47。40番と同じ年齢じゃん。うんうん。40番にはタグ打ちしたのに、こいつらにはタグ打ちしないんだと。ああ、40番の方が若干大きい。そう、やっぱでかいのに紛れてるとでかくなるのかな。うん、追いつこうとするんじゃ。負けじと食べて。そうそうそう、もともとの性格もありそうだけど。まあ、40番はね、人をつついて島送りにされた人ですか。そうです、そうです。うん、いい感じじゃないかな。うん、お掃除いつしましょうか。明日かな。いや、してもいいよ。うん、動画を止めたら。うん、じゃあまあ今日はこんな感じで。はい、ひなしゃのお世話でした。バイバイ。バイバイ。帰ってきた。